ホワイこんばんは。まもなく2番線に列車が到着いたします。黄色い点字ブロックの内側に下がってお待ちください。Stop your hesitating.こんばんは。テストテスト。放送テストテストテスト。こんばんは。よし、音声良好。ちょっと待って、はい。なっとるやん。どうしてくれんのこれ。これ物売ってるじゃねえぞ。はい、カズさん、クロエさん、いらっしゃいませ。1番さん、4番さん、5番さん。まもなく2番線に列車が到着いたします。 The local train for arrive shortly。 やべえ、淵野辺相模原。もしかしたら1週間空いたか、もしかして。可能性はある。1週間経つとなんか消えるんだよね。4番がカズさんね。 OK、 了解。8856、レート高っ。よし、じゃあとりあえず始めていこう。はい、チャーリーにキウスケさんとオレくんいらっしゃいませ。どうもどうも、お久しぶりっすね。5番さんでした。5番がニトさんね。オッケー。ててアウタルあれでしょ、キーボードで打ったでしょ、それ。スッて打とうとしてたまに AU って打つのはたまによくありますね。これは次からは気をつけましょう。ぼちぼち、クロエさんも。今日はマリカの日やな。今日はマリカの日なの？間違った。なんかありましたっけ？手でアウタルね。そう、あるんだよね。ローマ字のキーボードでさ、スッて打とうとすると、よく au って打っちゃうんだよね。アウ。アウ。
ょうがない、それキーボードの配置が悪い。戦闘、うわ、誰だ、どうせハンバーグだろうな。え、埋まっちゃったな。隣にあるからか。そしたら、そう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 、どうしてもね、ましてあれじゃん、スマホとかさ、アスドフグ弾くる。アスドフ、そう、一番、ど真ん中の列だね。アスドフ。アスドフ。アスドフ。そうだな、それだけで通じるもんな。それで通じちゃうからな、もう。何週目だ、これ。リツイート世界平和。はい、リツイート世界平和。はい。コスト、はい。おはじくさいぶい。クエアール。なんつった、今。それ一番上の段か。なんて呼んだ、今。ちなみに誰だ、どれ。これむむ。これか。はい、パプシーいらっしゃいませ。どうもどうも。これじゃね？おはじぶ。さっき暇つぶしに世界潜ったらスリーツリーいました。スリーツリーいたか。おお。最近多分、スリーツリーは遭遇率高い気がする。あれ？これじゃない。あ、こっちか。失礼。失礼、なんでもない。見た目なんか、文字の質が似てたから、勘違いした。12か。部屋ガチャやったらとっとと抜けて作るか。うん。多分平均レートは88より低いでしょう。今日は僕のレートが高すぎた。高槻新大阪した。え、多い。あー、いいのかいいのか。酸化物だからそうだな。うん、いいんだいいんだ。水酸化物。タッカレート。なんだこれ。揺らぐな。どうしようかな。ちょっと残っていいっすか。ちょこっと残ってここで走るかな。OH、マイナスか。あんまりそこら辺俺詳しくねえけど。おはやな。OH マイナスだ。そう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 。よく知ってますね、みんな。ねえ、よく知ってんな、みんな。義務教育だからやっぱみんな知ってんのか。僕が知らない方がおかしいのか。1あたりの。へえ。ねえ、なんかや、まあ、そういうのやったの覚えてるけど、詳しくは覚えてねえよ。ましてやね。それを誰かに教えるとかそういうあれでもないから全然記憶に残んなかったな。ちょこっと覚えて、はい、おしまいだったからな。出発進行。ありがとうございます。レート平均1220。あー、ダメだね。まあしょうがないな。受験生とか言って半年前にやってました。あー、やっぱみんな通る道なのかな、イオンって。一家に一台イオンで買った一家のイオン。パプシ座布団一枚っすね。くさ、あべ、バナナに怯えた。一家に一台イオンで買った一家のイオン。ほう。これ早口3回は言えねえな。痛い。ちゃっかり置いてかれてるぞ。なーに、あいつよし。危ない。合流確認よし。あ、いい、合流確認よし。まあ。今日はそんなに多いわけじゃねえから入れるべ。お、59秒、時間勝負1分29秒、手順。買ったリチウムイオン電池からイオンがするんだよな。イオン、うまいね。そのイオンはうまい。はい、ペアさんおはようございます。いらっしゃいませ。そのイオンの使い方うまいね。最後の。今日もね、高崎線新町、いたてし。あ、巻き込まれた。無理。アグ、ヌハさん。アグ、ヌハさん。はい、マリアさん、こんばんは、いらっしゃいませ。ありましたね、今日16時ぐらいかな。そのせいで僕の乗ってる電車も10分ぐらいでしたね。あ、今日京都行って女の子と会ってきた子もいるじゃん。今日京都行って女の子と会ってきた子。で買ったいいな。座布団プラス。座布団プラス。Z、大文字 ZB?
プラスで、ペーハー君コラコラ。ペーハー君コラコラ。煽られた。いいね。あ、出て、オーバーキルです。オーバーキルです。月市場は平常しております。ああ、出て、避けようと思った今。2分10秒、時間勝負、2分40秒、手順。京都行ったのはみたけど。そう、俺全然ツイートのタイムライン見てなかったから、わかんねえ。いいですね、パフシー、バッチリ青春じゃないですか。あ、危ない危ない。ペーハー君、しかも京都か。ねえ、しかも京都。おぉ、いいね。ねえ、口が硬いで有名なペアさん、まさかの口が滑ってしまった。ねえ、いいですね。そっちじゃないな。黒湯さん、多分別、おっとしてしまったのですが。都市検診め、まあ本人もツイートしてるから良いじゃん。あ、じゃあ、いいじゃん、いいじゃん。いいね。ツイートの内容を配信で公開処刑されてしまったな。いいね。逃げられるか。あ、ダメか。着信して、閣議停車4番。人が入室したけど結局誰なのか。ね、それはユウスケさんだ、確か。ニコ生さん、おつでさ、ユウスケさんですね。ぐし、なれでしょ？一周目洗い、一周目あたりでなんか言ったの。惜しいな、これ。あと1。1マイナスでよかった。だからといってこれ4位だったらマイナスだな。際どいね。ニコ生さん、おつです。はい、チャリニキユウスケさん、ご来店ありがとうございます。あ、チャーリーって。いやな、江ノ電もな、冬になっても人気あるもんな。ブシケンシブシケンシ、うまいな。棒読みちゃんをうまく使ったね。ペーハーっていうのをさ、 PH を多分ね、あれで読むんだよ。棒読みちゃんがなんつうんだろうな、グシケンみたいに読むから、そりゃ黒井さんうまいね。今の若い子って具志堅って知ってんの？まあ言うて僕も若いからあんまりよく知らないんだけどさ。具志堅って読むんやな。具志堅だね。すごいね。具志堅陽光。そう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 。実際知ってんのかみんな、具志堅さん本人。あんまりなんかそういうの知ってそうな年代じゃないと思うけど。学校の人みんなプのことペーハーって言っててびっくりした、考える。え、そうなの？本当に正しい読み方がペーハーなの？それはちょっと今日は一個勉強になったわ。クイズ番組のネタキャラとしてなら。クイズ番組の、そういうことか。あー、じゃあ、ボクシング時代の、本家、具志堅用高さんは知らないか。現役時代の。まあ、僕も知らないんだけどさ。正直今の正式名称は PH、ペーハー派高齢の先生が言っている印象。へぇー。って習った記憶。ね、なんか僕も PH だった気がしないでもない。多分そうだと思う。へぇー。まあ、どっちでも通じるよな、多分。あんまり、うん、ああ、早いね。45秒、時間勝負1分15秒、手順。あんまりそれで通じなかった覚えはない。てか、そもそも PH ってなんだっけ。バドー、そっからなんだよな。俺の学校でも PH。PH か。なんで変える必要があるんですか、正論。ねえ、もともとあったものを変えるってな。普通に PH でいいと思うけどな。ってことはあれか、ペーハーさんのペーハーもそっから取ったのか。あ、ごめん、もしかしたら跳ねたかもしんない。結構最新の注意を払ったつもりだった。無理だった。入り替え点と進路 R の一覧。性質とか優性形質とかも変わってて困惑。あー、でもさっぱりわかんねえ。すごいな、もう理系じゃないとね、多分わかんないよ、こんなの。下手したら理系でもね、あんま真面目にやってこなかった人はわかんないだろうね。
もうちょい真面目に勉強するべきだったかな。第三閉塞進化。あれ、アイテム交換失敗。痛み。ミトさんクッパか。違う、骨クッパか。危ない。なんでだ。それは最低最悪の300頭だ。マジな。中継進行やばい。これ光ワンツー後ろなあ。困ったね。これはさすがに光る。おーおーおお、2分38秒時間勝負。3分8秒、手辞。もしなあと2秒遅ければな、最高の300頭だったのにな。まあいいや。入れ替え点灯、進路あるの一番。おーおー、いいのかそれで。そしたら俺投げたら、あいーじゃなくて。おー、こいこい、着戦して、各否定者、一番、センキュー。小室マツコかもしれない。マツコだな。マツコと3時間。あの、隣のトトロにあったような、確かなんかそんなのが。なるほどね。です。ゆうすけさん3位で、ニトさん4位。またですか。大丈夫、勝ちや勝ち。寝落ちの光る、うんちぼうゆかさん、いらっしゃいませ。長谷川町子美術館っていうのがさ、桜新町にありましてね。そうですね、強いて言うならば、Let it be でしょうか。なんか知らんけどね、職場で流行ってんだよな、それ。真剣な会議やってる最中にさ、ね、発言が終わって、それをなんかで表すとすれば、Let it be でしょうか。みんな笑えないんだよね、真面目な会議だから。先輩がそういうのちょいちょいぶっこんでくるから面白いんだよな。150。欠損。欠損。そう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 。もしかして、パプシー、信者？信者って言い方ちょっと悪いな。熱烈なファン？いいね、なんか。やっぱでも幸せなら OK です、ニキもそうだけどさ。皇室のファンって一定層いるんだよね。ゴム系アンチ。やっぱアンチかい。アンチかい。逆じゃねえか。国民性があってええやん。ねえ。僕はいいと思う。四季折々のスポーツは楽しむこともあります。ねえ、楽しむこともあります。ゴム系のネタか。そう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 。ここはこの案でいきましょう。まあ、何かで表すとしたら、Let it be でしょうか。ちなみに、レッドイットビーって何？レッドイットゴーなら知ってんだけどな、レッドビットビーってなんだっけ？どういう意味だっけ？これもな、なんかな、英語真面目にやってこなかったからそういうのわかんねえんだよな。っていうか、英語真面目にやってもわかんねえよ、こんな。最近のな、なんか過去分子系だ。なんかね、出回ってる写真はそうだけど、あんまりな、悪いことばっかりも言えねえからな。ねえ。あんまりまあな、今いいね。悪いことは言えないけどな。楽しそうだから、まあ別にいいと思うんだけど。危ない、痛い痛い。ああ。旧首相ですね。もう安倍から2代総理大臣変わってんのか。なんかあっという間だな。いまだになんか安倍さんが総理大臣のような気がする。時代に取り残されてんな。でもなかなかあれだな、安倍さんも長かったっちゃ長かったからな。ワードクレア背番号64番、センキュー。停止確認。後ろえらい遅れてんな。今の時代の勉強、真面目に正面から理解しようとしたら負けだと思っている今日この頃。カズさん、いいことに気づきましたね。割とそうっすね。真面目に勉強するあれじゃないと思うんだよな。確かにさ、数学とかそこら辺はまあ、当てて。耐えろ耐えろ。 OK。 1分56秒時間勝負。2分26秒手順。ゆうかさん、でもな、言うて多分この界隈で
頭いいのはまあトップ 1,2 はおそらくペーハーさん、ゆうかわさんあたり。アルさんも頭いいんだよな。結論、オッサンズは頭いいんだよな。オッショーは頭いいのかどうなのかわからん。あれどうなんだろうな。たまになんかな、トンチンカンなこと言うけど、まあ、多分根は頭いいんだろうな。10年生のリーダーの様子部屋の方がお金持ってるから無意味。そう。だから一概にはね、勉強ができて頭がいい、イコール、イコールね、なんか賢いみたいな、そういうわけではないっぽい。どうやら。やべ、今のトゲ戻ってこねえよな。戻ってこないな。よし、僕コムドット目指す。コムドット。コムドット言ったし。東大医学部入るやつにしか必要ねえんだよ。ねえ。東大医学部頭悪い。なんか小バカって言ったらな、本当に怒りそうだからな。マリア様はおまぬけ。マリア様はおまぬけ。マリアさんはまぬけなのか。2位で9戦いきました。ありがとうございます。ニットさん5位で、ユウスケさん崩れた8位。マヌケっちゃマヌケだけど、うん。マリアさん派。別にバカではないからな、そうなの。勉強ができないとバカは違うからね。マリアさんを海に沈めればよい。ロジックマリアン。沈めないでください。ねえ。プロレスラー。おマヌケって認めるの。さすがにあの餃子のツイート見たらな、許してくれ。実際別にね、日常生活にね、支障をきたさなければ何でもいいと思うけど、ゆうかわさんは海には沈めないでください。ねえ、仲良くしてください。ちょっとだけ餃子に同情。餃子のネタめっちゃ引っ張られててくさ。定期報告、接続安定。はい、接続状態良好。いや、実際餃子は悪くない。餃子焦がしたことありますか。餃子は悪くない。そう、餃子は悪くないんです。調理方法というか、その過程に問題があったのかな。ちょっと沈めてきます。あ、そっちが沈めてくんの。さすが親衛隊。いい人をつけましたね、マリアさん。ただまあ、仲良くやりましょう。ねえ。チームマリアーズ。美味しくできたのよ、餃子。ねえ、食べられれば何でもいいと思うよ。ただ、あれはね、間抜けって捉えられても、まあ、微妙なラインだよな。なんなの、とか言ってたのに言い返せるようになったのか、成長したねえ。ねえ。やっぱ人間成長するんです。成長というよりあれだな。学習したんだろうな、多分。ゆうかわさんあたりだったらちょろいから別に言い返してもいいやってか、なんかそういう感じかな。確かにな、ゆうかわさんたまに、だってスタル。アディオス。ゆうかさんたまに油断してるからな。どっちが攻めてんのか分かんない時もあるし。あ、いててですわ。誰だ、誰だ受け取ったの。あんたか。いや、これは一周目だから回収します。おお、危ない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 。第二閉塞進行、頑張れニトさん。なかなか嫌がるの。いやいやいや、これに関しては多分ね、人によって捉え方が違うと思う。まあ、餃子はあくまで例に挙げたけど、あ、待って、餃子はあくまで例として、うん。前に誰かが言ってたんだよな。マリアさん、言い上がる。お口悪い。マリアさん、雷怖いんですか？だって、前にそう、どっか別の配信かな、マリアさんの取扱説明書みたいな感じで、煽らないまたはバカにしないと、和子ですからお疲れ様でしたまで何もコメントがないってありましたよね。それを防ぐためにはちょっとばかしなんかいじれって、いじれとまではいかないけど、何かしらちょっとつついてあげないと何も喋らないって教わった。別にね、個人を著しくなんかね、出て
やばいやばい、これガイだな、ごめんなさいね。2分13秒、時間勝負2分43秒、手順。著しくバカにしなければ、まあなんかいいような気がするけど。アイテムが取れなかったのですが、100だから多分これ、中瀬いたら落ちるよね。1球あるね。ここで、3打。あり。これはまずいのでは。ないよね、何も。何もないのですが。おー、ラグイラグイ。チームヒカル、9、11。残念、今回はしょうがないな。おー、ひどいな、これは。ゆうすけさん8、ニトさん8、俺が9。いらないっていう人派、高校卒業して専門学校やら入れば好きな分野できるから我慢すべき。わかったか、この罰やろ。まあ、そういえばさ。初めてから口悪くなっちゃったな。あ、そうなの。じゃあ結局、報いのせいじゃねえんだ。やっぱりあれだな。みんな口が、報いのせいで口が悪くなったとか言うものの、害はテトリスの方だったか。お口悪くないですよ。お口悪くない。だって、ゆうからさん。まあ、それは、あれだな。どっちかというと、ゆうかわさん側が判断するんだよ。まあ、そんなにね、別に、暴言入ってるわけじゃないし。いいじゃないのかな。あ、そっちか。物理的に口が荒れてる方のやつか。今、ボンダミとか聞かないけど、あんのかね。まあ、さすがに商品自体はあるか。お口は悪くないけど、ニンのスター盗むのは悪い。なんかあったんすか。なんか根に持ってる。なんかあったのか。マリカやってるとね、少なからずそういうことはある。まあ、親衛隊だからな、そこは微妙なとこだよな。150、スピアがいるし。スター派美味しくいただきました。だって。あるものはやっぱな、みんなのものだしな。お口ぐしゃぐしゃモンダミン。きったね。ちゃんとした効果があればいいと思うけど、モンダミンなんて普通使わねえからな、俺も。危ない危ない。少なくともパプシの年で多分モンダミンは使わねえと思うんだよな。なんか歯磨いた後とかに使うんだっけ。俺もよく知らないんだよな。危ない。いいね、怖い怖い。うん、最高の300投だ。先頭これ、ユウスケさんか。危ない危ない。じゃあねー。はい、300投。じゃあねー。やばい。これはいつぜ、俺がやったことだ。何年か越しにやり返されてしまった。トゲトゲ。1分4秒。時間勝負1分34秒。手順。ヤビツ峠。高速、危ない。おお、いいね。針に糸を通す、このハンドルさばき。なんか、実況者っぽいこと言ったな。そういうのあんまり慣れてないんだよな。まだ踏んでか。しばらく高速進行さん、仲良くしましょう。そろそろいいかな。フラグですね。よし、ここ抜けたら行くか。はい、高速進行。何やってるんですか、あなたたちは。何をやってるんですか。まあ、踏んねえよな、まだ。こんばんは。いや、はい、130番さん。こんばんは、いらっしゃいませ。逆から読むと300頭だな。アイテムが取れないのですが。うん。おお、うまいし。当てて。ワード。押すな。ダッシュボードを取らないでください。184ついてた。ああ、キリマンさんね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。どうもどうも。またしてもあれだな、あんまりよろしくないですね。ゆうすけさん4位で、もっちゃみんだな。トリスピアに乗り換えた。あ、ニトさんか。
工場だといくつかきついべ、これ。スピアは。まあ、CT よりはマシだけどな。CT スピアで行った方がな、痛い目見るけどな。よく走れるよな。人によったら練習すればいけるって言うけどな。おは。これあんまり言ったら怒られるかな。お前、師匠って。あの人と通話してるときあんまり言わんとこ。結構無意識に言っちゃうとこあるからな。ガンボいらっしゃいませ。ってのは多分見てねえな、今日は。原点まだ当たってねえよな。そもそもなんだよ、オーマイ師匠って。だからな、オーマイパスタっていう商品はあったけどな。なんだよ、オーマイ師匠って。一応全く関係ないけど。スピアコースほとんどはレベルに上手くなればどんなコースでもいけるね。なに、世の中にはそんな人がいるのか。どんだけ練習したんだろう。どうやって定着したんだろう。考える。いや、わからん。俺が聞きたい。本当にわかんない。もう僕自身たまに何言ってんのかわかんない時もある。なんなんだろうね。無理でしょ。だってどんなコースでも行けるのか、本当に。昔あの、おお、危ない危ない。なんだっけな、リーボルチオンのさ、バージョン 1.1 か2ぐらいにあったさ、ヨシテルさんなら行けるんじゃない。あ、ヨシテルさん行ける。そう、ヨシテルさんならね、ましてはね、スピアで世界チャンプ取れちゃうからな。あの人の前にはもう誰も出れない。うん、もうこれはね、誰一人抜かせないよ。ヨシテルさんじゃないな、ヨシテルさんの兄か。早いのは。ヨシテルさんの兄が世界チャンプだから、あの人にスピア乗らせたらもう誰も前出れない。もう恐ろしい。最高の300頭ですね。プレイヤーか1。第2兵則進行。いいな、ここはロケットキラーの方が有利じゃねえ。どうなんだろうな、だってもう。知らない人が多いとはいえ、どうなんだろうね。あんまり僕もインターネットの世界知ってる方じゃないからさ。ワードをくれ、背番号64番。じゃあね、回りながら近づいてこないでほしいな。停止確認。これは当たるべ。あれ、世の中甘くないな。いいね、光るワンツーだ。ワンツーじゃねえ、なんかいた、なんかいたわ。プレイヤー君、死角にいたね。イニシャル D だったらこれなんだっけ、ブラックライトじゃなくて、あの、なんだっけ、名前が思い出せないや。なんだっけ、ブライトダウンじゃなくて、なんかそんな感じの技、あったよな。違うな、それ。イニシャル D じゃねえや、電車で D だ。いろいろ作品がごっちゃになった。入れ替え点と、新郎中の一番落としちゃった。もうトゲいかねえよな、これ。いや、このまま準備で。いいならいいよ。危ない危ない。これ、2周目に俺が置いたやつ。最低最悪の300頭。まずい。せっかくの光る 2-3 を崩してしまった。自業自滅よし。キノコ。センキュー。予告3番。着戦して、各駅停車3番。お、光る並んでる。いいね。ミーだけ見ればそっくりだな。本当にこれ同じ大きさまで。若干このミーデブだけどな。最近カートでもやり合えるようになってきた感がね。普通に強いぜ。はい、ガンボいらっしゃいませ。ゆうすけさんにおめでとうございます。ミドさん5位で、ガンボが最下位だったな今。よつか、あ、つかさか。よ、つかさ、てる。なんて読んだこれ。さすがに大きさまでは再現できない。あ、まあそうだよな。ミーに至っては。まあ、似たい。あ、そういうことか。よし、てるお。
1981年生まれ。ミラー、一応ね、そうゆうすけさんにねそっくりそのままおなじみみたいな風に作ってもらったんで、個人的にやばい動きしてる。光兄弟、兄弟だな。どっちが兄貴なんだろうな。まあ個人的に勝手にね光チームに入れさせてもらいました。データ消したのは嘘だからね。第101だ。データ消したのは嘘。なんだよ、もう驚いたよ。もうだからもう心臓に悪いね。なあ、データ消したのは嘘だからね。ねえ、寿命が縮んだよ。つまり第1代内閣総理大臣、うん、吉田照夫。つまり略して、いや、いや、ちょっと待て、うわわわわわわって言いにくいな。ワールドレコードねに関しては本当だと思ってるんで、そこに関してはちょっともうちょい研究していきましょう。僕らの研究課題です。あ、そういうこと。第100代だから、あ、101か。ワードクレア、やべ、光チーム潰されちゃった。吉田照夫、略して吉照か。うまいね。ついにあれか、ワールドレコードは噛んだ。ワールドレコードじゃ飽き足らず、総理大臣に。総理大臣なんです。時期に多分コメント欄、コメントじゃねえ、チャット欄になんかそういうのが来るんじゃねえか。僕実は副業で総理大臣やってましてみたいな、なんかそういうオチが見えてるんだよな、あの人の場合。やべ、ミスってしまったのですが、次も来ねえかな。潰せねえか。おー、お前師匠。おー、昭和の曲っぽいセコイチョコレートとやら。セコイチョコレート言われた。まあセコイな、セコイチョコレート。あー、危ない危ない、あー、危ない危ない。チョコレートはセコくない。てかこれ昭和のやつなのか、どっちかというと平成初期だと思うんだけどな。第三閉塞進行、昭和初期に関して俺知らねえからな。危ない危ない。お、俺投げてねえぞ今。まあいっか、じゃあね、はい、300と消したか今。1分36秒、時間消耗3して2分6秒。戦闘早いね。ワードスター、んわしは何ができるんだこのアイテムで。した、おー、うまい師匠、ありがとう。じゃあねー、はい、300と着戦して核兵器停車2番。成功、マジでこういう勝ち方ができちゃうから、このゲームはすごいんです。あ、そう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 、そう。よく知ってるね。師匠様の配信でいろんな国の大統領だったり、小池都知事とかになりすましてコメントしてる人いてめっちゃ笑った。あったね。よく覚えてんね。ガンボが7位で、2と3、9位、ゆうすけさん10位。そう、非破壊検査株式会社っていう、あれだね、YouTube で調べてみると一発で出るんですけど、まあ CM っすね。非破壊検査株式会社ね。なんだっけな、いつものことをいつものようになんとかかんとか。でも当たり前のように見えてなんとかかんとかって。そういう CM なんですよ。僕すんごいお気に入りなんですよ、あれ。別に内容をよく知ってるわけでもないし、まあ、国の途中で止まるやつだ。そう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 。で、スターリンとかプーチンとか来てた記憶が。そう、小池都知事とか、なんかマルコも来てたな。生きてんのかな、まだ。ドミノが途中で止まって、で、手で90度回して、で、運転再開。やべ、行こう。暮らした社会を応援する、非破壊検査株式会社。ありましたね。マルコさん、今はね、あ、黒パソさんか。今はね、非破壊検査株式会社から、うん、懐かしいね。いましたよね。私はなんとかかんとかつって、なんか半分グレてたけどな。いたっちゃいたよな、確かに。よく覚えてますね。今、非破壊検査株式会社から、非破壊検査協会みたいな、協会機構みたいな、そんな名前になってましたね。
別に日破壊検査に興味があるわけじゃなくて、単純にあの CM の、そう、グレマル、単純にあの日破壊検査の CM の世界観が好きだったからっていうだけ。内容は別にどうだっていい。一周目中線注意。よし、じゃあねー。危な、中継進行。できれば先頭集団から。オーブナム、オーブナム、今の緑コーラで着火したな。まったく最近の若いもんは本当にねえ。アイテム、キノコあり。ゆうすけさんが珍しく、あーテスタル最下位だな。すまんニートさん、今の俺が悪い。こんなとこで止まったらいけないよな。あいつよし。今のは跳ねた。なんだる。出て。やべ。チームヒカル再開。今日は、まず高崎じゃん。まあ、高崎だね。目当ては。で、ちょこっと、いろいろ観察して、で、帰ろうかなーって思ったら、新町で、さっきのあれだよ。イオン確認だよ、イオン。イオン確認したせいで、まあ、乗車点が10分15分遅れ。で、まあ困ったことだよな。帰れねえし。まあ、帰れたけど。すごいな。10分15分遅れだと、鉄道会社はどう判断するかっつうと、まあ面白いことに。4確認でいろんな電車巻き込まれた。巻き込まれましたね、今日。新町の4確認で。僕、その時に高崎いたんですよ。で、まあ残念ながら巻き込まれてしまいの、ちょっと遅れて、高崎を出て。でもね、まあ怖いことにね、15分遅れぐらいだと鉄道会社っていうのは、おお巻き込まれたか今。もう祭りやめときます。あ、了解っす。あ、どうせあれだろう、人数が少ないとつっても無駄って。まあ確かにそれは賢い判断、それは湯川さんらしい。了解です。ってことがありまして、15分遅れぐらいだと鉄道会社はスピードを出して回復運転をしようとします。普通にもうね、110キロ、120キロぐらいすっ飛ばしてましたね。普段こんな速度出さねえよって思うぐらい。ゆうすけさんですね。サインありがとうございます。だいぶ空いて。しゃーない、これは。ねえ。そう、10分15分ぐらいだとすっ飛ばすんですよ。で、最初15分ぐらいだったのが、もう上野とか東京着く頃には、なんと驚くことに6分遅れになってましたね。今日新大阪京都間を新快速乗ったけど、鬼のように速くて寄ったし、頭痛くなった。なんで。そういえばバスが反対車線のバスとすれ違うとき、はいはい、会釈や手を上げて合図したりするけど、電車もすれ違うときなんかやったりする？いや、やりません。電車は基本的にはあんまりそういうのはできないですね。理由としては、まあ、簡単に言うと両手が塞がってるからですね。あんまり、そう、まあ、顔を合わせるぐらいだったらできるけど、手を上げるっていうのはなかなか際どいっていうか難しいですね、それは。しょうがないです。新大阪京都間を新快速乗ったけど、確かに速い。あれはね、すごい速いんだけど、それ以前にだってさ、椅子硬くね、あれ。椅子が硬いんだよ、あれ。223、225、まあ、どちら来ても一緒だな。なんか知らんけどね、近畿車両が作る車って、あんま揺れなくてやっぱ特急だわ。サンダーバー揺れない。4段波ついてるからな、サンダーバード。てかそもそもね、683とか681、あのあたりが多分特急の中では一番金使ったっていうか、お客さんに寄り添った特急だと思うね。その後に出たさ、なんだっけな、28なんとかみたいな、あそこからなんか知らんけど、ちょっと、まあ言い方悪いけど、ケチり出したよね、設計に関して。乗り心地とかに関しても、あんまりなんか長時間乗ってられる椅子じゃないしさ、設備面に関しても、まあ、ニコンも最近揺れてるのどうにかして。それに関してはな、だって、震源富士五湖とか言われたらどうすりゃいいねんな。もはや太平洋じゃねえぞ。
首都圏直下型がなんとかって言われてるけど、それ以前にまずおかしな震源をどうにかしないとダメだよな。まあ困ったもんだよ。まあ僕にはどうにもできないんで、とりあえず揺れたらまあ避難だな。とりあえず危ない危ない。窓、さすがゆうすけさん、とにかく揺れたら避難。まあ160運転だしな。ねえ、だ基本的にそう軸がぶれないんだよあの電車。聞いた話だとなんか履いてるタイヤもちょっと違うんだっけな。383すごい揺れるけどあれも避難すべきだね。でも北海道は論外だよ。いくらね車両をね高性能にしたところでも線路がガッタガタだからね、あそこはもう論外。ごめんね黒湯さん、そういう会社なんです JR 北海道って。もう補正に回す金がないっていうか、もう 手に追い切れないんだよな。あの長距離の路線といいさ、少ない予算といい、無理なんだよ北海道で鉄道を経営するっていうのが。そこに関してはまあ薄々気づいてたけど、年々ひどくなってるね。この前に関してもなんかとね、車両だけかあれ。そうでもねえぞ、結構線形もひどいけどな。あり、他の車両はそこまで揺れない。そう、はぁ、出て、あ、落ちた。これさっせーん、次は気をつけます。いや、はい、作ります。いや、うん、みんな落ちたなこれ多分。みんな落ちたわ。他の車両はそこ、まあ多分あれだな、あや、もう劣化だろうな。261と比べたらひどいってだけ。260、あーまあ、それに関しては車両によるな本当に。そこに関しては金だな。サバ管理者、金払えください。なあミスターベーン、もうやってんな。お金だろう、金ねえ、やってんなこれ、これ金だろう僕がそういうこと言っていいのかな。まあ確かにそう、キーハー261はあんまり評判悪いのは聞いたことないな。北海道に関してはこの前特急が故障してさ、普通列車1両なんだっけ。さすがにこれはまずいですね、お金です、お金。丁寧だな。そんなこと言ってたらたちまちあれだよ、 SNS で炎上するよそれ。そっちの意味でなんか手帳持ってそうな鉄オタがいるってさらされちゃうよ。偽性作りたい、偽生。おお、いいっすよ。なんか願ってもいないけどチームヒカルが増えるのはなかなか嬉しいですね。じゃあこんなもんかな。閉まります。駆け込み乗車おやめください。5、4、3、2、1、0。じゃあ ANI で、はい、リツイート世界では、はい、クレ50、はい、ニコ生さん毎度おつか FICI カズシ早いね。お仕事の速さは弱さだな。いないから代わりに言うよ。ニコ生さんお疲れ様です。毎度ありがとうございます。ミーバウザー多分乗ってないからすぐバレる。すぐバレる。全然構わないですよ。別にミーバウにこだわりはないから、僕が単純に乗りやすいから。乗ってるだけなんで、そこは気にしないでください。テックスじゃマジでそこまでするやつだよ、ね、え、40だっけ。40じゃないよ、54じゃなかったっけ。あ、違う、54じゃない、あの GV だ、 GV 特急が故障して GV1 両に詰め込むって。何か足りないと思ったらスカーフが入ってないやん、はい、スカーシ。なんかね、さっきあのタイムライン見たらね、あの、そう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 、それそいつが一両でダイソーしてお客さんから大ブーイングいただいたっていうね、つい1ヶ月前も経たない話かな。スカーシ、スカーシ、スケーシ。そう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 、スカーシ派ワクチンだっけ。うん、残念ながらやられたようですね。
まあしょうがねえわ、俺もぶっ倒れたぐらいだから。あれはワクちゃん舐めたもんじゃねえ、ほんとご注意くださいですね。スケーし、しょうがない、彼も人間だワクチンでやられてしまうのはもう最悪しょうがない。まあそうだな、新型入れてわーいって言ってる割にはさ、ねえ椅子に関してそれあの東部の新型特急、あ違う、それスペーシアだ。ねえ、あでもボックスが少ないのはおそらく通勤を想定してるからだ。そこに関してはまあしょうがないとする。椅子が硬いのは論外だな。スペーシア、ね、そうスペーシアだ、それ東部の新型特急だ。でも利用者を舐めてるとしか思えないね。これからどんなに苦情が来てもおかしくないよ。やばいやばい、事故だ事故だ、注意確認。もう利用者がかわいそうだって思うんだから末期だよな本当に。シューカーシツイートより、シューカーシ、地獄いつまで続くんだ、やばいというわけで彼とでテレビ電話をつなげてあげよう。苦情こなくて仕事なかった説、まあそれはある、確かにおそらくそうなんだろうな。どうしようもないよなそれじゃあな。やっぱ競合路線があるかないかっていうのはお客さんにとってでかいよっていうのは、あんま僕はでかいこと言えないんだけどさ。第3の閉塞進行、さあただの競輪とかしてます。 NI4 人はいいね、ちょうどいいぐらいで平和で、何も起こらなければ何も起こらない。下手に潰し合いも発生しないし、なんて走りやすい、個人で事故らなければそれでいい。ワード危ね、西村京太郎サスペンス、盛り上がない苦情、てってるって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 、今あの BGM じゃないのかな。西村京太郎サスペンス鉄道捜査官、今いくつまであるんだっけ。僕が知ってんのって12までなんだよね。12のあの伊勢鉄道の殺人事件、あれが最後です僕見たの。あれ以降のやつは多分新しいの出てんだと思うけど見てないっす。二刀さん2位で、知らんわ、知らないか、そっちじゃねえか、鉄道警察官の方もしかして。ゆうすけさん3位で、ガンボが4位、7人ガンボが8000割っちまったな。鉄道捜査官警察官って両方あって、あと戸塚警部のやつもあれ確か西村京太郎サスペンスだよな。懐かしいな、今全然見てないや。たまにはな、見たいな、時間作ってな、上映会みたいなのにやってもいいと思うし。お、チームガンガチームヒカル VS チームガン望むところです。150よろしくお願いします。じゃあこっからはアイテム使ってください。あんまり今の若い人たちってさ、土曜ワイドサスペンスとかさ、そういう怖いドラマ系見ないんだよね。だからあんまりそういうなんか殺人の話してもさ乗ってくれないっていうか、そもそもそういう怖いのを、怖いのはホラーで見るけどドラマ系はあんまり見ないですって。エノデンチャリミキ、それはまずいです、うん、本当にお金でしょう。わざわざグーグル翻訳したのか。ドラマ自体見ないな。あーまあそうか、やっぱりそうだよな、しょうがねえよやっぱ。エノデンチャリミキだってな、あん時はな、金金だろうよな、ねえリアルマネー競輪じゃねえかそれじゃ。あアイテム使ってくださいね。入れ替え点灯進路 G の1番、危ない、よしもういいや、前は譲るわ、ちょっと怖いから。なんでですか今俺の方が後ろ走ってたじゃん。ヒカル同士で潰すのが一番あってはならない、これはもう最低の300と。柳さんだ、柳さん、そうよく覚えてんね柳さん、あの人ま未だに稼いでるよ競輪で。あの人化け物だよ本当。もしかしたらもうさ競輪が本業なかもしんねえな。賭け事で食っていける人ってさすごいよ。そう柳さん柳さん柳さん言ってた人はね、あの人は別に本業競輪じゃなくてお笑い芸人だからさ、そっちはまあそっちでわかるんだけど、柳さん本人に関してはマジで化け物だと思う。
あんなに競輪で食っていける人はなかなかねえよ。着戦して各駅停車1番。お、光るワンツー、これは勝負あったですね。隣で弾いてる女の子言うて、あれ全員お笑い芸人なんですよ。隣にいたのが、そう、あの川村美久ちゃんっていうまたお笑い芸人の人、あの人たち同期らしいんですよね。チーム光るがワンツー、チームガンが3-7、ちょっと崩れましたね。二刀さん4位。どう見てもあのデブハウいている、態度がおかしいでもね、あれがウケるんだよ、やっぱり。あれ、あそこが面白いんだよ、どうしても。柳さんもびっくりだぜ。ねえ、柳さんだってびっくりだぜ、絶対。あんな人がさ、影の配信で応援してるって思ったら、なんか柳さん、割と、気の毒って言っちゃあれだけど、面白いよね。自分のことあの人が応援してんだよ。たまに踊ってるしな、あれで。そう、あの人の YouTube チャンネル実はフォローしてるんですよ、僕。で、たまに見るんですけど、いろいろね、エクササイズ、なんか、ストレッチとかしたり、もう、途中なんかかわいそうで見てらんないっていう時もあるけど、毎度なんかね、マラソンとかさ、そういうなんか、体を張った企画ばっかりやってるんですよ、あの人。すごいだもんな。でも半袖で過ごしてそう。冬、でもね、結構ね、冬はね、結構モコモコしたやつ着てる、あの人。だけど、やっぱ暑がりっちゃ暑がりなんだよな。夏はもう、って思うような格好してるから。ぜひね、そう、見てみてください。コンビ名は、駆け抜けて軽トラ。ねえ、そうだよな。ハンデがあるよな。すでにな。コンビ名は、駆け抜けて軽トラ。活動名は、持田コシヒカリ。で、ちょっと検索してみてください、これ。なかなかね、いろいろ勉強になりますから、本当に面白いから。ぜひチャンネル登録してみてください。僕はおすすめします。駆け抜けて人跳ねそう。そう、だから、あの人が学生時代。ワンシャンハウ。お、はい、ユンソメルさん、こんばんは、いらっしゃいませ。ちょっと、割り、小手半お願いしていい？運転中なんです、小手半できないです。危ない。そう、あの人の学生時代、軽トラって呼ばれてたらしいですよ。それをなんか本人のラジオで語ってたね。俺の学校のクラスのうるさい野郎どもの中では、はいはい、なぜか正しい根拠おじさんの、そういうことだが流れ言ってる。あ、いいね。そういうの入るのはいいと思う。やべ、ゆうすけさん一応ございます。チームヒカル16、チームガン45。ねえ。でもその業界で食っていけるんだよ、実際。あの人は。普通の人にはないものを持ってるからね。だからそこら辺のちょっと可愛いぐらいの女子でさえ憧れるぐらい面白い生活送ってますよ、あの人。結構稼いでんじゃないのかな、やっぱ。柳さん、これからも頑張ってください。そっちかい。そっちかい。柳さんの方か。柳さんはもう多分頑張っても頑張んなくてももうね、普通にコツコツ稼いでってると思う。柳さん、カイジさん、そのあたりはもう本当に。そうじゃなければさ、みんなあの人の本業寺さんと東京医学部派、ね、役の人って同一人物、東京、東大医学部だよな、多分。同じ人物、そうそう。最初に、まず東大医学部は頭悪いって言って、うるさいって言われる。そしたら、正しい、お前が正しい根拠を言えって言って、新三里に到着する。あれ、会場は武蔵野線です。東京の JR 武蔵野線。これはちょっとね、覚えててください。ちなみにあの車両はもう今海外で走ってますね。正しい根拠おじさんが乗ってるあの車は面白いね。なんかね、ネタも時間が経つとまた新しいネタになるからね。出発進行、あずよし。実際にあんな人に遭遇してみたら僕はどうすればいいんだろうな。そうなんだよね。なんでまたあんな地味な路線でな。普通に山手線とかケイントークだったらさ、海外の人も使ってるし、あ、まあそうだよな、なるほどなって思うけどさ、武蔵野だぞ、武蔵野。
なんでまたあんな超地味な路線でさ、お前の正しい根拠を言いなさいって。いやー面白いわ。東大医学部頭悪くないですか？あなたが正しい根拠言ってもらっていいですか？うまいね。両方兼ねてるね。だから割と正しい根拠おじさんはひろゆきチックなところある。ひろゆきスタイルっていうか、そんな感じはする。すげえな、面白いな、大発見だ。当ててやらかした。東大医学部、ちなみに今更なんですけど、東大医学部っていうのは存在するのかな。そこなんだけど、さすがに今存在はするか、ありませんはねえよな、東大医学部。やばい、ここ近畿の使ったら落ちる、読めへん。する東大医学部あるんだ、やっぱり。落ちすぎ、わら。さっせーん、次から気をつけまーす。やべ、超離されてんじゃん。しかも6人3度あり、第3閉鎖しか。これが一度でも9000。もう近畿のはいいでしょ。僕近畿の俺向いてねえんだよ。このもう最低最悪の300頭で誰か落ちた。二頭さん。意外にも追いつけたな。これより後ろはね、当てて。ワリオバイクじゃん、二頭さん。待つし、今。なんでやねん。また明日テストだよ、ほんと嫌になっちゃう。テストか。いや、テスト期間なのか。今俺テストあるって言おうとしちゃった。了解。あれ241番さんが、ウズメルさんか。ちょっと待ってね、今俺からコテオンするわ。チームガン1さん、おめでとうございます。光チーム25、負けですね。二等さん4位、 OK、 6人。あれ、俺の名前出てないのか。どうやって出すんすか。これね、そう、アットマークって打ってウンソメルって打つと、誰かちょっとお手本見せてあげてください。一応こっちでご提案はしましたけど、なんで184なんだろう、うん、多分ね、1週間空いたんじゃないのかな。それか棒読みちゃんがアップデートした時になんか変な悪さしたのか知らんけど、ご提案がリセットされたとか。パプシなんかペプシネックスみたいだな。こうすればいい。そう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 、こうすればこういうこと。そう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 、はい、名前が長い。東大君は頭悪い、そういう感じ。あちゃちゃあちゃちゃあちゃちゃ、おーい、あちゃ。そういう感じで小手半できるんで、ぜひとも気軽に名前変えたいときは変えちゃってください。ただし、ここで変えた名前は釣りには反映されません。そこだけご注意ください。出発進行、合図、よし、合図若松、はい、手で、ああ映した。じゃあ、あーねー、そう、餃子でもいいし、餃子だとね、釣り師の称号に至ってはな、いろいろいるからね。やっぱな、餃子だともう誰が誰だかわかんねえわ、これ。ニコ生の悪いところでね、アイコンが出ないんですよ。誰が喋ってんのか全然わかんねえ。底辺釣り師、パプオ。底辺釣り師。やべ。お花摘みに行っちゃった。底辺釣り師って。だから、漁業にもその民度っていうものがある。危ない。パプオ。パプオ。なんかあれだな。さっきのあの、あれ思い出すな。吉田照を。あれちょっと引きずろうかな。光る宴会。それ俺の ID や。光る宴会俺の ID じゃん。よく覚えてますね。いいね。生き別れの兄弟。生き別れの兄弟。なあ。設定上は一応キリマンさんが兄ってことになってるけど。ねえ。いい加減証拠を出さない限りはな。兄弟出て、ギャンボーイ、キリオ、テルオの兄貴、キリオ、短い、短い。
ダサいな。光る虹かい。いや、吉切り。なんかそんな名前の芸能人いなかったっけ。光る虹会、これなんか作るか、ツイッターアカウントで。光る弁解。弁解違うんですって弁解するんか。いや、虹会はうまいな、光る宴会の。個人的に気に入ったから使うわ。光る東海 JR 東海展開。 JR 東海、東海交通事業部ってのはあるしな。光る東海なんて言ってもまあ不思議じゃない。やばい、バカ野郎。光変態、危ない。変態チックなところがある。最低テスタル、最低最悪の300頭。やばい、最下位は勘弁してくれ。最下位、これ誰、プレイヤー違う、こんな人いたっけ。チームガンで13、また13か。飲み会戻す。戻ってきた。いやー、赤字だな、赤字。チーム光る、2、5。 F210 そもそもな、ニトさんって呼んでんのもなんか申し訳ないな。本来はなんて呼んで欲しかったんでしたっけ。チャリニキアちゃんも。まずはそこまで遡る。なんで呼んで欲しかったんだっけ、二度さんって。これだいぶ強引になんかこんなことになった気がするんだけどな。何も困ってなければそのままいくけど。The next station is 大崎。The door is on the right side will open. Please change in for the... なんだっけ、ペッサンだったような。ペッサンだったっけ。マジか、ごめん。Please change in for the 東京臨海高速鉄道臨海ライン。そうか、失礼。ペッサンって呼ぶか。多分また間違えて二度さんって呼んじゃうかもしれないけど。だっけ、僕自身が全く覚えてないんだ。あ、ペティッシュさんだ。そうだ。間違えるかもしれないけど、また、うん。間違えたらまた教えて。切り替えスイッチ、タスク1を出発進行、合図。よし、停止、近くに。当てて。ユースケさんがプラマイゼロでしたね。おぉ、今日のメンバーまたいつも通りだな。チームガン誰もいねえ。あんにゃろう。チームガン、あよ、了解です。チームガン全員行きやがったな。これはますます負けらんないな。東京臨海高速鉄、なんで戻るんですか。それは正しい根拠。三つ星かざしってあり、乾杯。7位、種別確認海賊。どうしようかな、これ2周目まで取っておくか。こんばんは。すげえ。マジか。無理しなくていいっすよ。いらっしゃいませ。眠かったら寝ちゃってください。ってか、普通にコントローラーを操作するぐらい元気なのかどうなのか危ういけど。あんま無理しないでくださいね。OK、ここまで持てばいい。第3変速進行。そうか、ミラーか、今回。なんで俺じゃないんだ今。アリカンパーイ、入り替え点灯、進路あるの3番。危ない危ない。うん、おおおおおおお、やばい、それは最低最悪のサム。危ねえ。後ろに投げる必要ない。アリカン、おお、マイ師匠。危ねえ、3かなこれは。結構際どいことしたけど、ニコ生見れない日。大丈夫ですよ、無理しないでください。チームガンで2-5。ああ、これドローだな。チームヒカル3-4。 OK、 ニトさんは7位。テイクあったっけ、全然見てなかった。たまになんか忘れた頃に発動するんだよな、テイクは。どういったもんなのかよくわかんないけど。
あんまりねタイムアタックとかやんないからさ、低空に対してこだわりがないというか。3秒に1回配信止まる。あり？こっちは普通に動いてんだけどな、マジで。なんてこった。困るか。ちょっと後で様子見。150。タフガールってさ、チームガンではないよな。まあチームなんてそもそもあれだけどさ、耐久なんかな、迷うんだよな。 PK ボーイといいさ、 PK ボーイはまあガンガールのあれだとして、すかし副作用終わったの、うん、そうだな、そこ気になるよな。いつもより米の反映が遅い気がする。反映が遅い、それ多分ね俺どうすることもできねえやごめん、慣れてくれ。多分ね俺何したところでもう、うん、変わんねえわ。それに関してはね、繋ぎ直したところでって感じだな。はい、よし。火山、今日お初か。危ない危ない。いい例会、天童進路 G の1番。せっかく150だからな。そうだ。タフガールは確かハンドルであのカートだよな。パックンカートだよな。じゃあねー。いらね。危ない危ない。飛びます。よかったよ、50でお、これ光る集団で先頭ワンツーじゃないか。これは良きところでだな。ありがとうございます。キノコ、うん、警戒確認。初回サンダー降るならお早めに。うん、ワドン。無理やりキノコが引けない。ここで。うん、違う。入れ替え点と死んだあるの一番。ダメみたいですね。何人か飛ぶよな。二と三飛んだ。順位は変わらず。このままいければいいや。ゆうすけさん、早っ。第3閉塞進行。さあ、ガンガール怒っております。なになんだる。3球持ってんのか。失敗したな。消せる。おお、そういう問題じゃねえや。まずい。これは終わったのでは。入れ替え点と進路 G の3番。さすがに飛ばないとまずいぞ、これは。いやー、でっかい方のキノコじゃないねー。進行確認。降る前に使っちゃえ。まあ、降らねえか。おーおー、何やってんの君たち。君たち君たち何年生。21、おー、お前。え？ガンボなんでそこでトゲ食らった。多分今、順位的には、もっと前いたよな。え、なんだ今の。ゆうすけさん、圧倒的ですね。一応、ありがとうございます。ねえ。なぜガンボが後ろでトゲを食らったんだ。スーパー謎だな。どういう順位だったんだ、今。しかも、誰がどのタイミングで投げたんだ。もっと前いたのに。てか、俺いたのに。まあいいや。今の怒っていいな。ワクチンの副作用がな、この先また3回目が待ってるっていう話がね、なきにしもあらずだから、もうさすがに勘弁してほしいな。副作用で5回ぐらい死んだ。5回死んだ。結構苦しんだみたいですね。大パンチュー。大パンチューだな、本当に。もうそれはもう大パンチだよ。最低最後の山脈とだよ。もうなんでな、こんな副作用で苦しむ人苦しまない人で差が出るんだろうな。よくわかんねえわ。腕が痛いのは別に構わないんだけどね、熱が出てぐったりすんな。本当にもう勘弁してほしい。
寝捨てると本当何もやる気なくなるからさ、苦しいというよりかはもうなんか何もできない、何もしたくない、ただ単に時間が過ぎていくってだけ。どっちみち苦しむのは変わらないのか。見たいっすね。なんか辛いね。ありがとうございます。ニコ生流れなさすぎて副作用なんてどうでもよくなった模様。おいおいおい、ニコ生は薬じゃないんですよ。こんなね、毒みたいな配信見てるとね、悪化するで。ただでさえ無垢はストレスが溜まるスポーツ、スポーツといえばゲームだなって言われてるぐらいなのに。切り替え点と進路、自の一番危ない。ワード、みんな普通に入れてるのかな。特に今のところは何もご意見が寄せられてないんで、多分大丈夫なはずだと思う。皆さんいかがでしょう。特に走ってない方、何も言ってこないということは大丈夫なのかな。ワードオークラー背番号64番、59秒、時間差を1分29秒、定時。問題ないです。問題ない。あれ、てんて重量級弾き飛ばされる。どう見てるからかわからないけど見えてる。見れてる。光変界誰だっけ。それわしの ID 誰だっけ。そう、ニコ生の悪いところはね、名前を自由に変えられるけど、主が変えた名前誰かわかんなくなるんだよね。最悪その ID を。なんでだ、なんでだ。こんばんは。あ、レミさんお久しぶりですね。いらっしゃいませ。はい、黒ユウさん、黒部うなずき温泉戦闘、あれか、ゆうすけさんか、いいな。ガンガールが2位で、オンマイ師匠最強です。買えるか。1年今日親しんだニコニコ、ニコニコじゃねえや、コメントビュー、おーっと、スター落ちた今。コメントビューはついに新型車両の置き換えが決定したようなもんですか。ニコ生しか使えないけど。ああ、まあ全然いいっすよ。どうせニコ生ぐらいしかやんねえから僕。今の全然構いません。今の馬の今、危ないぞ、引いちまうぞ。そっちから行くのが、てかな、こんだけやってきてもな、ニコ生詳しくないし、インターネットに関してはそもそも知識がないしで、よくこんな人並みに。だって、じゃあ多数決取りましょうか。新しいコメントビューは導入してほしい人、してほしくない人。多数決で決めます。なんとある。テテスタルだな。光チーム1-3、チームガン7-8、今回は勝ちましたね。ニットさんか。伊藤さんが9位か。ちょっと崩れましたね。アンケート、これか。どれだ。アンケート。これか。どうやって使うのこれ。変えるとどうなるの。変えるとね、アイコンが見れるようになって、誰がそのコメントを打ってるかが名前を変えても分かるようになる。変装できないね。になるね。
うん。ポチッとな。まあいいや、適当にこれでいいんじゃねえのかな。出発進行、あいつよし、山きつい。入り替え点と新人の R の1番じゃあね、はい300と、うん、次の大砲まで締め切るわ。投げる。注意確認。あ、しまった。戦闘ユースケさんじゃん。まあ大丈夫だろうな。あ、危ない危ない。おーっと、行き過ぎ。ファンキー。それ見えてたべ、今。まあいいやいいや。じゃあねー。もう一球？違う。ユースケさん、途切ったで。マジぞ。すまねえ、先行く。切り替え点と、進路 R の1番。56秒時間勝負、1分26秒手順。はい。危ねえ。せっかく赤持ってたのに。お、出ましたね。ワードも来る。あっぷねー。じゃあね、はい、300と。どうやら、新しい米火は、導入することに決定したですね。じゃあ、あれだな。責任を持って、マリアさん、新しい米火のちょっと、名前、教えてもらっていいですか。いくつか種類あるんだったら、どれでもいいですけど、その、アイコンが映る、てんてん。カルさん見れないの残念。残念でした。次から頑張ってください。あ、これなんで投げた今。まあいいや。1位だったらこのままアイテム交換しないで行っちゃいましょう。あぶね、滑った。なんたる。すまんゆうすけさん。忘れない。なんかもう身代わりになってもらったみたいでやだな今のは。絶対俺悪いな。じゃあねー。来るか、来るか。来ねえな。着戦して、核規定者1番。すげえ。山で1が。ツイッチでも配信してほしい。ツイッチってなんだっけ。ごめん、そっからなんだけどさ。ツイッチって何？何があったチーム光は18、チームが79。ちょっとファッとしないですね。二刀さん6位。実際なんかツベとニコ生以外配信の仕方何もわかんねえ。あ、ツイキャスのことか。キャス？キャスか。私が使ってるのはニコ生コメントビュアですよ。ディスコード。ああ、はいはい。ニコ生コメントビュア。覚えとこう。歌詞カード。画質が良い印象。へぇ。あ、ニトさんね、了解。そういうことか。また別か。うん。できればいいと思う。やってみようか。動くかなぁ。沼でいいや。スイッチっていうのがあるんだ。どうにか配信流れるようになった。なった？何がいけなかったんだろう。こっちは全然止まってなかったから。何度でも聞けるから好きなんよね。あ、そういうことか。いつの間にか名前が消えてたんだ。俺何もしてねえぞ。てかこっちじゃ何もいじれねえはずなのに。今日なんかいろいろおかしいな。これ大丈夫か？アカウント丸ごとバンとかそういうオチはねえよな。なんかいろいろ違反してそうだしな、俺。著作権には。スノボじゃん。いいなぁ、雪降ってるもんなぁ、もう。なんで月曜から仕事なんだろうな、バカじゃんの、ほんと。場内進行、注意確認。画質最
海底にしたら流れるようになった代わりに画質が重すぎる。ああかもしんないな。ってことは重いかこれ。この中でさ、外出先で見てる人ってどんぐらいいんだ。甲羅が飛び交ってる。そう、学生時代よく言ってたよな、物が飛び交う教室は荒れているって。まさにそれだ。危ねよいしょ。おんまい師匠、あれこの人さっきも見たぞ。結果的に戻ってきたが、じゃあな一瞬か。注意確認。なんでそっちから来るんだ。なったね。そうで違反したんだよな、著作権にな。 YouTube 君はねそういうとこが厳しいからな。危ない。なんでそうなるんですか。もうこれはテテスタ案件だ。もうやっちまった案件だよ。もうやべやべ、淵の上相模原。もうこれだから興味の若いもんは。戦闘誰だろう。おっと間に合うかこれ。テテだけどやばい、これは際どいぞ。やばい、これは間に合わない。テテギリ、さっき兵法に当たらなければいけたな。バリハレ日本海。よし、さあクリスマスがやってきますね。よいしょ。スイッチも著作権うるさいけど、あ、そうなの？その動画版じゃなくてその音源が流れてるところだけ音が消える。ああ、そういうことか。じゃあ、消せ消せ言われるわけじゃなく、おぶね。言われるわけじゃなくて、単純にその部分だけ、総合的な音声が消えるわけね。なるほどね。まあ、それなら構わないか。すべてこの配信は実際何も著作権に違反してないから、だったらまあ何も言われないよな。ましてや見逃されてる時もあるし、うん、何それ情けをかけられるのかそれ。いいのか見逃される。へえ。どういうあれなのかよくわかんないけど、チーム光る26、チームガン89、ニトさん11。ちょっと痛いねこれは。ツイキャスターはまた別なのか。気づいてないだけかもしれん。あ、そういうことか。単純にあれじゃね、最近の曲すぎて登録されてないとか、そういうオチだったらまあまだわかる。割とデビューしたての曲ってさ、流行る前だったら割と著作権フリーな時とか多いからさ、まあね、すぐにヒットすればもう そこでたちまちね、どっかの事務所による著作権違反の申し立てみたいな感じで結構厳しく出てくるからね。自家撮り配信どうしようか。ね、最高だよね。もうだからニコ生やめらんねんだよ。もう本当にもうだからね、スノボーはね僕実は1回しかやったことないんです。多分ね、自家撮り配信以前にまずはね滑走技術をね上げないといけない。好きならいくらでもできるんだけどな。好きだったらまたニコ生でちょこっと走ろっか。どうせまたね、人が少ないスキー場行ったら何もすることねえんだし、配信しておしゃべりしながらスキーして、でうまいもん食って風呂入って帰る。うーん素晴らしい。うーん人生最高の300頭だね。じゃあスキーでねえ、やりましょうやりましょう。今年もただね、思った以上に今シーズンは人が多い。どこ行ってももう人がやばい。もう信じられないと思うけど、リフトとかさ、ゴンドラ1回乗るのに30分待ちだよ。ディズニーのアトラクションかよと思うぐらいなんか並んでんだよね。たかがスキーに、なんてこったよ。ネズミの国だ。そう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 、真っ先にそれも浮かんだよ。なんでまたそんなね、さすがにそこまではね僕待てないんで、ちょっと時期を改めていこうかなと思ってて今我慢してるんです。僕本当だったらもうね、今週ぐらいからもうバンバン雪山行ってさ、ヒーハーしたかったんだけど、ちょっとねダメっぽいんで。ニトさんベビーカー、あべ、ニトさんつっちゃった。すごいよな。
よくみんな待てるやんな。おお、なんか返した。56秒時間勝負、1分26秒停止。お、ゆうすけさん回避っすね。もうそれだったらね、正直今我慢してもうちょいスキー場がオープンしたところで影の薄いスキー場行ってもうまったりと滑るって思ったけども、石内丸山に至ってはシーズン券買っちまった。無名、そう、そこが一つ案なんだよ黒井さん。俺賢いでしょ。無名のスキー場行けばさ、ねえ、リフト待ちとかで並ぶ必要はないし、あってやって、あぶねぶね、そこなんだよ。うわ、どう、てって。というわけでいろいろねちょっと探してるんですけど、まあすでにね石内丸山だけはシーズン券を買ってしまったんで、そこにはもう最低10回はいけない。てってすったる、タフガール、タフすぎねえか。やっべ、俺最下位じゃね。これは最低最悪の300等だな。おっと、1人落ちてる、2人落ちてる。パフガール落ちとるやんけ。前方よしですよ。制限解除、どうしようかな。せこい、ラーキーはせこい。あー、全部使っちゃった。アイテム交換失敗。2分21秒、時間勝負2分51秒。おいおい、わし最下位では。出て、ゼロ数点取ります。ね、よくさ、札幌国際とかさ、ニセコスキー場とかさ、ニセコグランヒラフだっけ、と、正直呼び方は俺が認識できたら何でもいいですよ。いいっすか。ごめんなさい、もうなんか2と3で定着しちゃってるから、もう他に頭の中の回転で、ちょっと回んないっす。ごめんなさい。なんか、じゃあ、通させていただきます。北海道に至ってはそうだよな。こんばんはです。あちゃもみ。おお、土井さんいらっしゃいませ。切れるやん。チームガン、あれだな。今度はあれか、ゆうすけさんがリーチか。ペアチ矢印、桃太郎矢印、F210。 そうっていう僕のなんか謎理論が発生したことにより、ニトさんのあだ名が出来上がったという。されたから仕返した、されたから仕返した。おお、バチってるね。いいね、チームヒカル VS チームガン、今日も熱いですね。おう、宴会場 is arriving at track number one。 今日初ですね、一次会だ。光るアンダーバー一次会。よし、ミラーですね、出発進行。ありがとうございます。危ない危ない。怖い。配信再読み込みしまくってたら頭痛くなってきたん、はい、まずいな、寝た方がいいな。ごめんなさい、なんかこっちとしてはもうどうしようもできねえや。数値を下げようにもな、これ以上下げたら多分な、いろいろただの配信で格付けになるからな。今多分これで最適のはずなんだよな。なんでだろう。ワード、おお、うまい、師匠。タイミング悪っ、1分6秒。普通に配信に出てるから家の電波状態が悪いのかも。あー、でもな、 Wi-Fi何回かつなぎ直してるから、あ、て止まらないでください。階段付近で私のお客様は危ない、そうだよな。僕んちのやつは今のところは大丈夫のはず、止まってはいない。なんでだろうね。種別、おお、怖い。当ててずれちまった。こういうことがあるんで、やべ、1周目から大遅延だ。おお、1分12秒時間勝負、1分42秒手順、1分15秒時間勝負、15秒円第2閉塞進行。お客様にご案内いたします。ラーメンか、ラーメンがな、ただいま1ラップにおける事故の影響で約15秒の遅延を持って運転しております。お客様には大変ご迷惑をおかけいたします。近畿の使ったところでな、道が狭いからな、
大したショートカットもねえしな。アイテム取れなかった。終わった始まっただ。マジな。おっと、ガンガール、こんなとこ行っていいのか。おおお、いや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 。古舘一郎だな。いやいやいや。危ない。マジな、これ間に合わへん。中継進行。危ね。オッケー、2分9秒、時間照合、9秒円、手順。信号って6個あるやつ見たんですけど、はいはい、何色があるのかな？ 6? あ、そういうことか。縦に6個ってことか。縦に6個は、赤が1つ、黄色が4、ん？黄色が3つ、緑が2つ。って感じですね。危ない危ない。鉄道信号、基本的にはそう、どの会社もまあ大手施設だったら6等のやつが330MB プスじゃニコ生安定しないか考える。マジで今まで普通に見れてたけどな。色も重複、色、うん、重複してますね。危ない。この回誰も間に合ってないっていうね。全員赤字だ。さあやばい。はい、3秒と時間照合、3分8秒で8秒円手辞。着線して、各駅停車5番。最悪な列車。なあ。15秒円の遅れを持って運転をしておりました。残念。チームガンに見せつけられましたね。チームガン23、チームヒカル45、伊藤さんは8。なかなか思うような結果にはなりませんでした。例えば、黄色って、グンギアル札いたっか。グンギアル。ギアル、ギギアル、ギギギアル。マッキョ。ね、例えばさ、警戒信号って黄色が2つつくんですよ。ねえ。15秒円。150。まあ宴会場だからな、厳しいんだよな、やっぱ。警戒信号っていうのが、黄色2つつくんですよ。抜けます、オツです。はい、お疲れ様でした。また走りましょう。日本って本当に時間正確よね。都合いいとこだけね、そこに関しては。始まる時間は厳しいけど、終わる時間は適当っていうのが本当に日本の悪いところだから。そう、注意信号が黄色一つ。マジか、ごめんね。また待ってます。まずは体調第一なんで、体が資本の世の中なんで、ぐっすり寝てください。お疲れ様でした。そうそう、注意信号、小添さんよく気づきましたね。ねえ、そう、始まる時間はきっちりしてるけど、終わる時間が適当なのは本当に日本の悪いところ。これに関してはどうにかできることなのに、みんな何もしないから、どうにか僕がね、上の人間になる頃にはそこら辺はどうにかしていきたいですね。で、お峠さんいいとこに気づいた。注意信号、これが黄色が1個だけなんですよ。これは金ですね、間違いない。金ですね。ワードクレア背番号64番。で、注意信号ね、これが黄色1個だけ、対する警戒信号黄色2つ。これを遠くから見た時にも詳しく分かるようにするためには、まあ黄色が離れてないとダメなんだけど、やっぱ遠くから見て信号機のど真ん中にあった方ができれば見やすいじゃないですか。信号機の背景が黒なんで。なのでチャーリー、警戒信号は上下の黄色。ちなみに、一回走りましたかね。今日ね、一回走った。で、走って盛大に飛んで、俺何位だったっけ。まあそこそこだった気がするな、今日は。第三閉塞進行。ワード。当て。めね。ヘイホンは一回走った。
棒読みちゃん普通にヘイホーって読んだな。普通の読み方だったらヘイフーだけどな。まあいいや、そこら辺は多分どうでもいいんだろうな。キノコ、うん、チャーリー危ない、どうせそっちから行くんだよな。うん、知ってた。青に光ってるのも見たことあります。あ、そうそうそう、青2つ。そうだから青は2つ必要になる。危ない、青2つが高速進行って言って130キロを超えて走れますよ。130以上のその速度制限まで出すことができますよって感じですね。だから青2つ足す制限解除で晴れて160キロ出すことができる、そういう感じだ。ガンガール1位おめでとうございます。だいぶ空いて、ゆうすけさん7位、2等さん9位。なかなかゆうすけさん9000いかないな。待ったな。なるほどです。うん、まああんまりないね、160は。緑ってか青2つそうそう見かけることはないと思うんで。次ラストで、あ、了解っす。今何時、2251か。うん、早番だし僕もあれだな、今日は早めに上がろうかな。もうちょい走るけど、一応23時過ぎたらちょっと考えます。最近鉄道の信号に興味持ってるんですよ。へえ、信号か面白いとこにあれですね、着目しましたね。確かに信号は面白い。何もあの赤青黄色の信号だけじゃないですからね、鉄道の信号って。お団子みたいにさ3つ並んでる信号とかもありますよ。これとかほら今出た狙ってないけど出た。この信号何か分かりますか、お得意さんって思ったけど今走ってんのか。じゃあいいや、これがね、わかる人いないよな、多分この配信には。いつもな、YouTube とかでやってるとな、257さんとかが反応して、いろいろ語ってくれるけど、今日はいねえしな。危ない！ワドン！落とした。種別確認快速、これ俺最下位だな。サンダーは誰に任せようかな。危ない、わしの勝ち。よかった、あと一周あって第三兵属進行。ほい、中継進行。あ、やべ、取れなかった。意地でも最後のアイテム取んないと。うん、こっちかな。6位で割って、ほら割った。うん、これは最低最悪の300投。1分24秒、時間称号、1分54秒か。今のはラグか、これは。チーム光るひどいな、今のは。かなり赤字かもしんない。いやー。どうべやおつでした。うい、ありがとうございました。また、暇になったら走ってください、一緒に。お疲れ様です。男木さん2位で、だいぶ相手2と3、9位。ゆうすけさん10位か。もったいないな、サーキットだしな。確か進行と注意と停止だったかな。うん、そう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 、中継進行と中継注意、中継停止。よくご存知っすね、さすが。23時終了。どうしようか。今何時だ。
そうだね。あと3レースにしよう今日は。うん、あと3レースやったら今日は寝よう。早番だしな、もう。あんまり長い時間集中力も続かないしね。だからそこそみんながすごいよ、ほんと。集中力続く人は。砂漠。すごいね、こんな短時間に2回も当たったよ、砂漠。釣り参加するか。お、了解です。出発進行。あずよし。危ない。珍しいね、ここ2回当たるって。あーあげる。なんで弾いた。木に当たってしまった。もったいないことしたな。キノコ。中継進行。じゃあねー。おー危ね。これ危うくコースアウトしたら終わりなんだよな。なぜか知らんけど砂漠の。こっそりヒカルさんのミューハまとめ作ってる。ミューハまとめ。え、なんすかそれ。もしかして僕が使ってるミューハの出所とか。それ分かったらすごいぞ。基本的に僕何も言ってねえな。唯一あれだな、コロロクさんあたりは知ってるかな。フリーの BGM よく使ってるから、そこら辺あさったら多分コロロクさんあたりがヒットしたんじゃないかな。すごいっすね。そんな僕もわからないところがほとんどだけど、だと思うんだよな。ミューハもそうだし、ボイスハックもそうだし、ほとんど多分はちんぷんかんぷんのやつばっかりだと思うな。まあとりあえずね、非破壊検査株式会社でん、これ覚えとけばまあいいよ。非破壊検査は暮らしと社会の安全を診断する会社です。暮らしと社会を安全に診断する会社です。いいこと言うな。というわけで今日配信終わったらぜひ調べてみてください。着線して科学駅停車6番、光る56かな。赤字ですね。無念。56じゃない、45かプラスか。 OK。 おとぎさんが2位でチーム光る45。知ってる人はみんな8000だね。一応リスト限定公開にして URL 貼ろうかな。ほほ、マジっすか。ちょっとずつ僕が正解言っていってもいいんですよ、もう。150、あと2レース。今日メープルが1回も当たってないね。てかすごいね、よく作ろうって思ったね。そんなに僕有名人でもないのに、そんなミューハぐらいしかねやることやってないのにな。ありがたい限りでございます。東ハス、東大宮ハスダガン、ここもな、冬は結構人いるんだよな。いい天気。出発進行。あ、よし。おーっと、危ない。そっち取ると思ったでしょ。中継進行。危な。早いとこ前出といた方がいいな。おっ、うん、俺じゃねえな今の。オッケー、光るワンツー、しばらくは安泰だ。おそらくこういう時に限ってサンダーが先に来るんだと思うけど、まあいいや、その時はその時だ。あ、意外にもトゲが先に来た。
ラッキー。注意確認。お、ゆうつけさん長線から行った。冴えてるな、これ。トップワンツー硬いぞこれ。なーに、またしてもトゲってもだが、でもワンツーは変わらずか。もう一球までだったらいけるな。ただしちょっとトゲのスパンが早い。やだな。第三閉塞進行。あれ、後ろ変わったか。停止確認。塞いどくか。誰が来てもいいように。おっと、ミスってしまったのですが、タイミング悪。オープン。やべ。なんじゃそりゃ。全くもって正しいアイテムの使い方じゃない。最初調子良かったのに。後ろに下がるとろくなことがないな。まずい、早くしないと3打が振っちまう。制限解除。ダメだな。これ以降は順位が。何やってんだ君たち。君たち何年生。着戦して、各域停車4番。際どいな、今本当に4番か。最後の数字は4だった気がするけど。5だ。残念、ゆうすけさん。こんな後ろにいた。9位。2人とももうこのレートじゃ9000は望めないね。ラスト。よく頑張りました。リンク載せました。お、ありがとうございます。お、ニトさんによりディスコにヒカルさんのニューハ曲プレイリストが。プレイリストすげえ。そこまでするか、すげえな。ラスト、宴会場、アゲイン。さっき盛大に事故ったからな。次こそは、接続安定。あよ、接続状態良好、よし。どうだろうな。まだ入ってないけど、笑。いや、こんなことしようなんて誰も思わないのにすごいね。ほう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 。すげえ、そこまでするんだ。100万石今度もあるし。じゃあ。ちょいちょいあれですね、答え合わせっていうか、クパケ出版心。うん、本当だ。ここは宴会場ではありません。 This is a not 宴会場。てて、中継進行。まったくもう、危ない危ない。おーおー、うまいし。おっと、ここテイクやっちゃいけないんだっけ。失敗したな。危ない危ない。チーム光るワーストだなこれ。まずい。おっと、吹っ飛ばされてしまったのですが。4つ目のとこは広いからテイクすると落ちやすい。あ、そうなんだ。次からやめとこう。やべ、たまにアイテムが決まるのが遅いことがある。ゆうすけさん、なんだる。もう今や他誰もわかんない人だしな。そろそろスターが欲しいな。わし引いちゃったのか、なんだる。どうしようかな、そしたら。
いや、3周目までのんびり走るか。この配信見てんのゆうすけさんだけだし。おーっと危ね、どうぞ先行ってください。ワド。おー怖い怖い。そうか、後ろから来るキラーをちゃんと避けないといけないのか。嫌だな、そういうゲームもな。第3に閉鎖進化。おお、解いた。えらい団子だなぁと。まだ耐えるぜ。さすがに3周目誰も飛ばないか。まあそういう真似はしないよな、ボムロ。ここまでくればもういいでしょう。はい、300と。お、スターじゃないですか。地味にあれなんだな、グバさんも3分チャレンジに等しいことができるんだな。これで光ワンツーですね。ありがとうございます。いい薬です。着戦して化学液停車2番。うん、ありがとう、金メダル。これはもう文句なしでしょう。見た感じ多分他知ってる人誰もいないと思うから。 OK。 光ワンツー、ゆうすけさん一応出ます。現在プレイリストにはモノノフ王国、フリー BGM、どこのだったか忘れた、石川県民用宴会場の2曲が入ってる。あとあれだね、日羽貝検査株式会社、これも YouTube に動画があるんで、ぜひプレイリストに入れてみてください。事後報告、はい、隔離、接続障害件数例、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はまあ比較的平和なレースでしたね。じゃあ、安否確認、ゼロ。よし。ではではでは。前回の引き継ぎです。あれ、釣りどこ行った？あ、これ、ここね。あった。前回は、戦争。わし、平和主義なのに。ですね、前回が、私、ヒカルが1位でしたね。で、割とまあ、この回だとダントツ。3万3000。で、ユースケさんにマリアさん3位、スカシが4位で、カズさんが5位でした。順位変動、これちょっと疑問に思うかもしれないですけど、ユースケさんが低い点数でランクインしたことによって、既存の人が上がっちゃうっていうね、ちょっと、この計算方式ならではのバグみたいなことが発生しました。まあそこまで気にしなくて OK です。で、あれか。リクエストするところから始めないといけないのか。行ってよし。あいつよし。こっから本編。本編って言われてもな。あ、でもそうか。ちゃんとマリオカート Wii ってタイトルにつけてるからな。ギリギリセーフなのか、これは。本当にこれがマリオカート配信でいいのかね。割と疑問だけど。光る主催北海道バスは今日は全員乗れたね。ありがとうございます。おうおうおう、ペンちゃん、これもタイミングゲーイコール音ゲーみたいなもんだからな。危ない危ない。どうよ、この回多分ユーカーさんみたいに何もしない人が勝っちゃうぞ。それはあまり良くないな。
本当にこれ何も来ない。やべ。この回過去最低じゃねえの多分。ねえ、これ多分過去最低並みにひどいんじゃねえ多分。やば。これあれだな。ユーカーさんいたら鼻で笑われるよ。過去一ひどいかもしんない、この結果。こんな点数でも1くらいなのかよ。ねえ、ニトさん1位だな。で3くらいやん。すげえ。これ嬉しい。金だろ。いや、これね、あんまり嬉しくないですよ、実は。これまたユーカワさん無双でか？そう、になっちまうんだよな、これな。そう、この計算式のね、割とね、バグ要素みたいなところでね、低い点数でランクインしちゃった場合、こう、なんつうんだろうな。高い点数でランクインした人が勝っちゃうんですよね。ましてや1万台でランクインした場合はもう、ねえ、やば。なんでこういう時に限ってあの人やってねえんだよな。すごいな。というわけで、ニトさん1番とございます。私が2位で、カズさん3位、クルーさん4位、ユースケさんが5位。じゃあ、ちょっとまたね、順位変動嫌な方向に動くかもしれない、これは。ごめんなさいね。これで1年耐えてください。マジで魚の流れがねえ、ダメでしたね。これはダメでしたね、もう。じゃあ、お疲れ様でした。今日は大パンチだな。せっかくな、ゆうすけさん最初から最後まで走ってもらったのにな。なんだよな、この最後は。ひでえな。では、では。お疲れ様でした。はいよ、お疲れ様でした。じゃあ寝ましょう。またどこかでお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れさんでした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。おつ。